ビッグバンによって誕生した宇宙に地球が姿を現すのは今からおよそ46億年前。大小の隕石が衝突し、高熱のマグマに覆われていた。やがて何万年も雨が降り続き、海となり、宇宙の奇跡、水の惑星が誕生した。その後、地殻変動が繰り返され、およそ530万年前に世界の最高峰エベレストが誕生した。そして500万年前、アフリカで人類の祖先のエンジンが二足歩行を始めた。自然状態とは、むしろ戦争状態である。この人類の特性を積極的に生かし、対立する双方が蓄積してきた歴史から共感のステージを作り、対立、統合、発展がスパイラル状に回る流れを生み出す。世界情勢の激変と歴史問題が政治、経済、文化、教育に本質的な影響を及ぼすことを認識し、20年以上の歳月をかけて次の時代を日本の地から生み出すための準備を着々と進めてきた人間自然科学研究所。今、人類の新たな繁栄のための緊急プロジェクトを立ち上げる。人口20万人の地方都市にあって、社会問題を経営資源と捉え、新しいマーケットを作り、歴史の評価に耐えるトップブランドを生み出してきた会社がある。小松昭夫が経営するベンチャー企業、小松電気産業。主力商品は、世界に先駆けシートシャッターマーケットを創造してきた門番と、クラウド総合水管理システム、ヤクモ推進。ヤクモ推進は、21世紀の重要課題、水に対応するオールジャパンの国際プロジェクトを構想している。このヤクモ推進は、変革への突破力をテーマにしたフォーラムでも紹介された。門番システム、ヤクモ推進の全国世界への普及と、研究所の事業を通じて世界平和のプラットフォーム構築の一翼を担うことを目指している。研究所として今一番その取り組んでいこうと考えていらっしゃること、どういったことがありますか？これはね、平和の事業家なんです、はい、これはね、みんなえっていう感じですね、はい、戦争というのはね、これで経済をね、動かしてきたのが人類の歴史なんですね。兵器産業は膨大な需要を大量消費しますからね、はい、そして科学技術ものすごい進歩するわけです、ね、でも核の時代を迎えてですね、そしてスマートフォンの時代を迎えて、これによって情報をですね、隔離することができなくなっている、ね、核の時代はそれをやったらもう終わりになっちゃうんですね。それを一番よく知っているのは日本人です、うん、ちょうど今回日本は原子力、原子爆弾が広島と長崎に落ちて、そして福島で事件が起きてですね、まあ、地震国で気がついてみたら、全国に、ね、たくさんの、まあ、原子力発電所を作ってしまっていたんですね。この松江ももちろんそうですけども、またこれは日本だけじゃなくて世界中にも原子力発電所を作ってますからですね、逆にこれを新しい文化をこの出雲から、ね、アジア世界にね、出すことが、あるいは出さないと未来がないと、人類の未来がない、日本の未来もないと、アジアの未来もない、そういうね、逆にあれば、それができればあらゆることがね、開けてくると。
こういうそういうチャンスじゃというふうに考えればいいじゃないでしょうかね。水の惑星地球に誕生した人類は、火の利用、言葉の発明、分業により進歩し、紆余曲折を経て今日に至っている。火は火薬、ダイナマイトを経て究極の火、核になった。言葉は文字、グーテンベルクの印刷術を経てクラウドコンピューティング、タブレット端末、 SNS に至っている。分業は、国際分業が機能しなければどの国も成り立たない時代になってきた。日本に一番近い国は韓国ですね。そして隣に、今非常に難しい状況になっている共和国、北朝鮮ありますね。これを太平洋の向こうに持って行ってくださいって言ってもそれは聞きませんね。変わらないものですね。そこに三カ国の核大国、中国、今経済成長著しいですね、中国、ロシア、この位置がありますね。そしてアメリカは非常に大きなパワーを持っていますね。この3つの大きな国の勢力はここで拮抗しているわけです、ね、三カ国の日本と韓国共和国の対立がある。そして日本の中には共和国系と韓国系と日本人という、ここに3つの違った対立構造がある。そしてこれが未来を作る、自分たちが人類の未来を作る、祖国の未来もだけども、自分たちの未来はもちろんのこと、祖国の未来、そしてこの核大国の未来、そして世界の人類の未来を自分たちが握っているんだということが分かったときには、人間は私は素晴らしく変化すると思っています。それが人類の歴史ではないかなと、このように私は思っています。ですから人類の歴史の中で神様がこれは作ったとしか言いようがないですね。そういうところに我々は今いるぞ。人間自然科学研究所がある島根県は、東西冷戦が世界で唯一残っている朝鮮半島の対岸に位置し、竹島の火を制定している。展望が開けない今日の世界状況で、拉致問題、竹島独渡問題、従軍慰安婦、戦後賠償など、日本と朝鮮半島には抑制された対立が続く。小松昭夫はこうした問題が引き金となって核大国を巻き込み、世界的な紛争につながる可能性があるという。今慰安婦、この大きな問題になってますね。国連でも取り上げられました。これはですね、あらゆる問題を解決する、あるいは生かす入り口ですね。彼女たちが失ったのは誇りを失ったんです。誇りを取り返すんではなくて、この地球上で誰も得ることができない尊厳、誇りというものを獲得できるようにするのが本当の真の優しさですね。この問題は戦前の問題は、戦争中の問題は 100% 日本の責任。そして戦後あのデモが続いた問題は、これは韓国の人と日本の人と両方の責任である。小松さんは平和の事業家とおっしゃいましたけれども、こちらを実現するための考え方、どういったことが必要でしょうか。考え方はもう一つは順序ですね、はい、どういう順序で。で、和とはね、日本にはよく使うんですね。これで和で重要なのが中庸という言葉が非常に重要ですね。もう一つ、日本の出雲から生まれたですね、和上という言葉、これは素晴らしい言葉ですね。辞典には載っていませんけどね。で、和とはどういうことですかと、まず共感のステージを作る。そこの中で人類の特性である対立というですね、そういう特性をむしろ積極的に生かす。対立を避けるんではなくて積極的にそれを生かす。で、それを対立を統合、発展に持っていく。もともと人類は通常の状態が、カントも言っているように対立状態なんですね。
それがそういういろんな情報によって促進されているということなんですね。要は今そのエネルギーが促進されているそのエネルギーをどっちの方向に持っているのか、これが知恵と勇気じゃないでしょうかね。双方が対立、一触即発で戦争になると、そういう状態を双方のメンツを立てて、両方の国民のあるいは政治家のメンツを立てて、そして事なきを得る。でもそういうことはステージがないとできないんですよ。このステージの上で対立を統合発展、このことがですね、世界で最も今必要とされる人類のために、それがこの朝鮮半島と日本なんですよ。小松昭夫は世界の戦争と平和の記念館を訪問、喧嘩と学びを通じて話し合いのできるステージを作る活動を続けてきた。をはじめ多くの国々に歴史的災難を与え、禍根を残し、紆余曲折を経て今日に至っています。中国の人たちに大きな損害を与えたということを実感をいたしました。日本は世界の中でどういう役割を担うんだ、アジアの中でどういう役割を担うんだ。人間は尊厳欲求というのがございます。認められる欲求でございます。世界の中で誇りを持って生きれる、そういう目標をきちっと持たないと、結果として内向きになり目の前のことだけをやる。小松さんは戦争責任というものに真正面から向かっていらっしゃるようですけれども、どういった思いでしょうか。これはですね、昔から
失敗は成功のもととか、あるいは災い転じて福となすという言葉があります、はい、戦争は双方にとって大きな災い、特に相手方にとってはもう想定外の大きな災いを与えたわけですから、それは福とする、これが勇気であり知恵であり、また見識、こういうものを必要とするんで、私は戦争が終わった時は2歳ですから、直接戦争責任はないんですよ。あるのは戦後責任、それをなぜそういう戦争が起きたのか、なぜそこを植民地にしたのか、その時代の背景、あるいはそこに至るプロセス、それをよく研究する。相手側と共感ができるものと共感ができないものとがありますね。今竹島の問題なんかは共感ができないということで、尖閣、それは対立ですね。その対立をむしろ生かして統合して、もっといい新しい未来を作る、それこそ子孫に対する義務と責任なんですね。もう一つは、それで亡くなった人がたくさんいますから、自分が人間だという認識があれば当然そうしなければならない、ね、義務と責任が未来と、そして亡くなった犠牲者のためにあるわけですよ。さまざまな準備をなさってこられて、和の文化が動き出すのはいつなんでしょうか。それは今です、うん、今これから動きます、うん、新たに開かれた北極海航路により、南沙諸島、台湾から尖閣諸島、沖縄、竹島、北方領土、そして北極海航路に至る21世紀のシルクロードが出現したといえる。ここにある領土問題の対立を世界恒久平和の入り口と考え、朝鮮半島と日本列島を非核地帯とし、世界恒久平和のモデルにする。さらに原子力発電所に囲まれた日本海の呼称を中海に変更。2008年と2009年には北京で中国古典名言録に関する座談会が開催され、研究所は国民国連構想を発表した。国民国連とは、現実を直視し歴史的な経緯を踏まえつつ、論理的で自由な討論を通じて持続可能な国家を構築する地を生み出すための国際集団組織である。繁栄の極みに衰退の芽は生じ、衰退の極みに繁栄の芽は生じという言葉があります。今は衰退の極みです。これをこのまま投げときますと、人類は限りなく悪魔に近づいてくる。そうなってからでは手遅れです。そういう時代になると100年200年混乱状態が続きます。地獄の状態が続きます。それを避けるためには今なんです。でなぜ今かというと、今だったらまだ力を合わせることができるエネルギーが残っている、またエネルギーが出せる、こういうことです。その対立の方を破壊破滅ではなくて統合を発展に持っていくことができる、そういうエネルギーがまだ残っています。それで今なんです。そしてここなんです。今人間自然科学研究所は和の文化創出に向けて国際平和センター構想として3つのプロジェクトを提言している。近代戦争による死者をすべて記録した世界から IT でアクセスできるメモリアルタワーの建立、世界の戦争・平和関連博物館が IT でつながる世界平和・戦争記念館センターの建設、 IT による平和会議、和の文化創造オリンピック、平和貢献者への顕彰を行う和の殿堂の建設。
プロジェクトの舞台は沖縄。太平洋戦争の戦場となった沖縄は、戦後も米国施政下で朝鮮戦争、ベトナム戦争の前線基地となり、日本返還後も西側社会の中枢基地として戦争と平和に関わってきた地域。出会えば兄弟という言葉がある平和の島から、被害、加害の島に変遷した沖縄を世界恒久平和象徴の島にしていこうというプロジェクトだ。このプロジェクトが始まる要素は整ったんでしょうか。全て条件は整いました。最大の理由が経済が混乱を始めたということです。経済の混乱は人類を限りなく悪魔に近づけていきます。もう猶予はなりません。と同時にスマートフォン、そしてタブレット端末からクラウドコンピューティング、そして核に囲まれ、そして日本は原子力発電所の問題もある、そして世界は原子力発電所の問題もある、抱えている、あらゆる条件が今ここから始まる。いわゆる天の時、地の利、人の和、そして人は女性があって子供があって未来が続くわけでありますので、女性と子供が立ち上がることによって私は世の中は世界は動くと。それが飢餓と殺戮が終わった先進国、あるいは発展途上国の人類史に対する義務と責任であると、同時にそれを成し遂げるプロセスは、こんな素晴らしい人生はないということを皆さんが実感していただける、そういう時代でもある。それがイノベーションのによって天地人が重なって平和というものを事業化する時代が来たということ。20年間の交流活動で築き上げてきた世界平和への道筋、 H の生まれる議論の場が世界中に広がり、和の文化を創出できるクラウドコンピューティングとスマートフォンの時代を迎え、国境を越えて取り組む平和事業が人類に求められている。いよいよ和の文化創出に向けて行動の時。プロジェクトの具現化を通じて夢とロマンと使命感の生まれる時代を作る。